イタリア文学。イタリア文学とは、イタリアの作家によって書かれた、あるいは、イタリア語で書かれた文学、及びそれらの作品や作家を研究する学問のこと。イタリア文学は、非常に長い伝統を持ち多彩である。また地域によって、個性的な作品が生まれているため、一概にまとめることはできない。イタリア文学の方がとしては13世紀初めに、 活躍した足地の聖フランチェスコが挙げられる。彼は一般の人々向けに祈祷書などを書いていた。ソネットは小さな歌という意味の14行詞であり、イタリア文学の根底を流れている詩の形式である。13世紀シチリアの神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世周辺の文化人たちが形作ったとされ、またフランス南部を中心に活動していた銀遊詩人、 トルバドゥールたちがその頃北イタリアの宮廷に抱えられていた。彼らの語る騎士道や愛は死の内容として盛んに受け入れられていく。そしてイタリアはローマ帝国の故地であり中世に何度もあった古典復興運動によってラテン文学へのアクセスが容易になっていた。これら三つの流れが13世紀後半にトスカーナ地方へもたらされ花開くことになる。 13世紀後半のトスカーナ地方フィレンツェを中心に起こった革新的な文学運動でトルバドゥールらの影響から貴婦人に愛を捧げるソネットが盛んになった。ただ精神体の詩がこれまでのものと違う点は引用巧みに持ち位置的で洗練されていた点にある。また、自己の内面を詩に表したりなど、より深みのある表現を試みたのだった。 彼らの中で最も大きな人物は、精神体という言葉を作ったとされる巨匠、ダンテ・アリギエーリだろう。彼は、ウェルギリウスやオウィディウスといったラテン文学をたしなみ、被災に恵まれていた。幼少期にあったベアトリーチェへ、熱烈な恋を捧げ、彼女の早すぎる死に嘆き悲しむ、神聖は、まさに、精神体派の象徴的作品である。彼はに巻き込まれフィレンツェを追放されるが、 自らの経験や思想をキリスト教的価値観の中で表した新曲を追放先で書いた。この作品は、ローマの詩人はエルギリウスを案内人に地獄と煉獄、そして神格化されたベアトリーチェによって天国を案内されるという三部構成で、それまでのヨーロッパの様々な人物や出来事が織り込まれている大作である。人物描写などにまだ中性的な硬さが残っているとはいえ、 そのスケールの豊かさは、イタリア文学のみならず、世界文学の最高傑作の一つとされる。また彼は死を、ラテン語ではなく、トスカーナ方言で書いているため、イタリア語の形成にも、非常に大きな影響を与えている。これらの業績から、ルネサンスの先駆的な存在として位置づけられている。14世紀半ばあたり、トスカーナ地方。 アレッツオ出身のフランチェスコ・ペトラルカは古代の文献の収集及び研究に一生を捧げた。当時崩れていたラテン語文法を整備したりと人文主義者の祖として重要な働きをした人物である。また研究とは別に自らも詩を作り、トスカーナ方言で美人ラウラを思うソネット集、カンチョニーレを表す。この叙情詩集はソネットという形式の完成型とされ、 ルネサンス期ヨーロッパの文学的な流れを決定づけた傑作である。他に女子誌として外戦アフリカなどがある。ほぼ同時期にフィレンツェ出身のジョバンニ・ロッカッチョはペストの被害を避けてきた紳士淑女に百の話を語らせる短編集デカメロンを表した。この作品は騎士道やキリスト教的価値観を皮肉り、 時には通話したような話もあり、あからさまな性愛の話もある。しかしこれまでの道徳観から離れて、人間というものを直視したという点、最もルネサンス的な文学と言えるかもしれない。ペトラルカの親友でもあり、ダンテの最も早い時期の崇拝者でもあった。ただ喜劇、コンメディアとされていたものに、神聖なディビーナを付け加えて、新曲としたのは彼であり、フィレンツェで、 新曲の講義をしたりしている。15世紀フィレンツェはメディチ家のもとで力をつけ、華々しい文化が生まれた。古典研究が進み様々な文物がフィレンツェに集められた。ルネサンス期の代表的人物、ロレンツォ・デ・メディチは自らソネットを表し、古典についての研究機関である、プラトンアカデミーを設立した。 その中心人物の一人に、ボッティチェリの作品にインスピレーションを与えたとされる、詩人アンジェロポリツェアーノが有名。また、ビザンツ帝国滅亡、1453年によって、イタリアに逃れてきた知人たちや、より進んだ古典研究によって古代ローマ以前の古典に関心が集まり、シンプラトン主義がこの時代に流行するようになる。そして万能人として、有名なレオンバッティスター・アルベルティア、 レオナルド・ダ・ヴィンチラも文学理論書を残しており、絵画のみならず、文学に関しても成熟が見られた。15世紀後半に生まれ16世紀前半にかけて活躍した人物として、ロンバルディアのモデナ出身で上流階級の足しなみについて記した、旧帝人の著者バール・ラッサー・レ・カスティリオーネ。鋭い分析眼と現実主義的な政治学書、君主論を表した。 フィレンツェの役人ニッコロ・マキャベリ、マンドラゴラという儀曲も書いている。ベネツィア出身で、トスカーナ方言を後にイタリア語とする流れに、決定的な影響を与えた研究者、ピエトロ・ベンボ。また、西洋美術史の巨匠、ミケランジェロ・ブオナ・ローティも多数ソネットを残し入る。そして、高頭を向けながら、その奔放な冒険談が非常に高く評価されている。 クルエル・オルランドを描いた詩人のルドビーコ・アリオストなど、偉大な才能が続々と現れ、イタリア文学は活況を見た。少し時代は下って16世紀半ば、十字軍とムスリムの戦いと愛を描いた、解放されたエルサレムの著者トルクアート・タシソが、その輝かしい時代の末尾を飾った。16世紀半ばに起きた宗教改革と、それに応じる形で起きた。 対抗宗教改革によって、キリスト教思想が厳格なものとして、イタリア文学にのしかかってくる。1600年には、宇宙の無限性を主張したジョルダーノ・ブルーノは火炙りに、されたりと、自由な表現や、異教的なモチーフは使いにくくなっていた。また新大陸の発見によって、経済の中心地が完全に、大西洋沿岸地域に移り、経済的にもイタリアは水防していく。 もちろん文学自体は変わらず盛んであったものの、全時代の模倣といった感が強い。この時代は、アドニスの著者ジャンバッティスタ・マリーノが絶大な影響を及ぼし、追従者を多く生んだ。ギリシャ神話的な作品、アドニスは、フランスのパリで発表された1690年には、ローマにアルカディア・アカデミーという文芸団体が創設されたりなどしている。 18世紀はフランスから到来したロココ趣味と啓蒙思想が各方面に影響を与えることになる。歴史学者で哲学者のジャンバッティスタ・ビーコがこの時代の代表的知識人であった。文学ではベネツィアの喜劇作家カルロ・ゴルドーニがコメディア・デラルテの伝統に心理的な構成を加えて洗練させた作品を発表し時代の長寿となった。代表作は コーヒー店、抜け目のない未亡人。また、イタリア語にフランス語の影響が強くなりすぎて、言語循化運動が起きたのもこの時代である。1789年のフランス革命とその後のナポレオンによるイタリア侵攻は、イタリア文学に甚大な影響を与えた。フランス革命期のフランスを体験しているビットーリオ・アルフィエーリは1774年に、 アントニウスとクレオパトラで評判を得た後、フランスに渡り、革命の惨状を目の当たりにする。そのためか、ジレンなど彼の作品は、全体的に政治的色彩が強い。そしてイタリア最初の書簡隊小説、ヤーコポ・オルティス最後の手紙を書いた詩人の、ウーゴ・フォスコロも、愛国的な詩を多く残し、イタリア文学におけるロマン派の機種となった。小説家としては若い恋人を引き裂こうとする。 上流階級を批判する、イいナ付けの著者、ミラノ出身のアレッサンドロ・マンゾーニがいる。この、イいナ付けは、トスカーナ方言で書かれ、トスカーナ方言をイタリア語とする際に決定的な役割を果たした点でも重要な作品である。少し系統が異なるが、悲観主義的な作品で有名な詩人、ジャコモ・レオパルデが現れて、古典的素養によって彩られたカンティなどを表し、 その後のイタリア文学に多大な影響を与えた。ただこの時代になって、ついにイタリアの統一という運動、リソルジメント運動が始まり、うぞうむぞうの政治的な文学作品が大量に書かれた。それらのほとんどは教文学として変えり見られないが、この時代の文学の圧倒的な主流はそれらだったことに注意しなければならない。1861年に、 イタリア王国が誕生すると、政治的文学は衰退し、新しい世代の作家が活躍する。1906年イタリア人初のノーベル文学賞を受賞するジョズエ・カルドッチが、社会的な批判をよく抑制された詩に表して、国民的詩人となる。フランスの自然主義文学の影響カベリズも、現実主義文学が現れて、シチリアの農民たちの営みを美化せずそのまま表現、した。 カバレリア,アル・ティカーナの作者ジョバン・ニ・ベルガが代表的な作家である。フランス象徴主義の影響から詩人、ジョバン・ニ・パスコリなどが19世紀末にかけて活躍するが、その中でガブリエーレ・ダンヌンツヨの存在は大きい。快楽主義者の作乱を書いた死の勝利など、大敗的な作品群は、当時のヨーロッパ全土のみならず近代日本の作家にも影響を与えている。 またファシズムの講師としての面もあり、近代イタリア史にとって非常に重要な作家である。他に子供向けの作品として、クオーレの著者エドモンド・デ・アミーチスやピノッキオの冒険カルロ・コローディラが有名である。優れたイタリア文学研究者も現れ、イタリア文学史を書いたフランチェスコ・デ・サンクティスは後進たちに影響を与えた。第一次大戦後はイタリアに、 モダニズム文学が栄える。精神分析学を取り入れた革新的な作品、ゼーノの意識を描いたイタローズ・ベーボは、モダニズム文学の巨匠ジェームズ・ジョイスに激賞れている。劇作家として、作者を探す6人の登場人物を表した、ルイジ・ピランデッロや、故郷サルデーニャ等を舞台にした小説で1926年に、ノーベル文学賞を受賞している、女流作家のグラツヤ・デレッタなど、 国際的な作家が多い。ピランデッドも1934年にノーベル文学賞を受賞している。第二次大戦前後の暗い時代は悲惨な現実を直視したネオレアリズム文学が主流になる。特にスペイン内戦の影響からエリオ・ビットリーニによるシチリアでの会話が書かれ、チェーザレ・パベーゼはファシストたちに拘束された話を故郷という作品に着し、 この二作はネオレアリズム文学の源流とされる。1947年には、イタリア文学におけるケンイストレーガ賞が制定されて、パベーゼは、第二回に、美しい夏で受賞しているものの、1950年、トリノで自殺した。また、アウシュビッツ収容所での体験をもとにした、ユダヤ系作家プリモ、レービア、ある家族の会話で脚光を浴びたナタリア・ギンズブルグ、1920年、 ローマの上流階級を批判する無関心な人によって名を挙げたアルベルト・モラビアは、軽蔑を書き、健在ぶりを発揮した。モラビアの妻のエルサ・モランテも著名な作家である。一方で、幻想的な筆致で不条理な現実を表現し、イタリアのカフカと称される D のブッツァーティは、タタール人の砂漠で有名になり、 イタリアの民話を編纂し自らも幻想的で多彩な小説発表したイタロ・カルビーノが現れた。木登り男爵や冬の夜一人の旅人がなどの作品があり、イタリアの国民的な作家と言われる。そして作家のみならず映画監督としても活躍したピエル・パオロ・パゾリーニが生命ある若者などでこの時代の長寿になった。また、シチリア島では大貴族の末裔。 ジュゼッペ・トマージ・リ・ランペトゥーサが、シチリア貴族の没落に取材した、山猫を表す。彼はこの作品と数編の短編しか残していないが、非常に評価が高い。同じく、シチリアのレオナルド・シャーシャは文学において、初めてマフィアを悪として告発する、マヒルのフクロウで、センセーションを巻き起こした。詩人としては、故郷トリエステを舞台にした詩で有名なウンベルトサバ、はじめ、 1959年にノーベル文学賞を受賞したサルバトーレクアジモドや哲学的な詩を残したジュゼッペ・ウンガレイ。1975年にノーベル文学賞を受賞し古典の編集者としても活躍したエウジェーニオ・モンターレがいる。1963年いまだ古めかしい文学の流行に反発したクルッポ63という知識人のグループができる。 それ自体はすぐに解散するがその中に、イタリア起草局のエドアルド・サングイネーティ、大ベストセラーになった、バラの名前の著者ウンベルト・エーコラがいた。他には、フェルナンド・ペソアの影響でポルトガルを舞台にした、教術によるとペレイラは、が、代表作のアントニオ・ブッキがいる。風刺演劇で有名なダディオフォは1997年に、ノーベル文学賞を受賞している。本は、 ダンテ・アリギエリ、新曲、平川助弘役、河出処防新社2008年の解説、岩倉智太が、イタリア文学史、東京大学出版会1985年。デサンクティス、イタリア文学史一1に、池田蓮米山義明有里と漢字藤原道郎役、現代視聴者を、主に参照した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。